今日から私は1年生。なあだ、桜舞い散るこの季節、皆さんは新たな日々が待っていることでしょう。新たな出会い、そして別れ、古き友との別れ、そしてはたまた何も変わらぬ仲間と過ごす人生もあるかもしれません。ですが、そんな違う道を行く我々にも一つの共通点があります。我々は常に冒険者であり挑戦者であるということですね。これを胸に、この言葉を胸にくじけて、心がくじけてどうしようもない人や、下を向いて前を向けない人、そんな人たちに心のどこかで思っていてほしいです、この言葉を。というわけで今回はイナ使っていこうと思います。強いです、もう言わずもがなです。学園生活楽しみだな。まあ、これ強いですね。闇を10個以上つなげ、キスとダメージを激減、攻撃力25倍、2コンボ加算で、こいつね、なんとね、2ターンでバトル4以降の場合、ランダムで闇と回復を4個ずつ生成、めちゃんこ強い性能なんですよね。で、火力もしっかりと出るんで、超つなげ消し2個なんで、まあ、この子を使っていこうかなと思います。で、相方はね、徳川ですね。なんかね、確定ガチャで買えるんですよね、生徒指導主任徳川家康で。これね、リーダースキルがね、イナのコンボ加算と、何でしたっけ、指延長がなくなっただけで700万固定ダメージあるんで、めちゃめちゃ相性いいんですよね。でしかもこれも持ってて、暗闇耐性もあると。でこいつだけで無敵貫通できるんで、まあめちゃめちゃ優秀ですね、サブとして。でなんでこいつをレベル超限界突破してないかというと、まあ価値がないと。僕のパーティーにおけるこいつは、まあね、価値がないと。レベル超限界突破し、関数条件解放をつける価値がないという判断をしたので、今回はこのような処置でいたしました。で、パーティーはね、これですね。こいつら2体で変身して、2ターンでスキル回していこうかなと思っております。で、こいつにはね、まあ、火力はちょっとね、乏しいかなと思ったんで、神キラーつけました。はい。ちょっとバインドも持ってないしね。なんでこのパーティーで行こうかなと思います。いや、今回自信作ですね。あ、ごめんなさい。で、ここはね、1ターン待機します。で、ここなんですけど、闇が場面に2、4、6、7個。で、このパーティーは、まあ、別にいいか。ここね、一発じゃあこうして、イナに溜めてる五条悟を撃つ。そして、こいつの10連ガチャドロパーを使うことにより、ヘイストがかかるんですね。で、ここは、普通にもうね、10個溜めましょうか、闇を。10個闇が溜まってれば、激減晴れるんで耐えれるんですよ。2、4、6、やっと、OK。で、変身できるんで、いや、変身はね、ちょっと待とうか。あ、2、4、6、あっぶね。はあ、こういう落ち込みには気をつけなす。気をつけなす、はい。皆さんも気をつけてください。ここで、負けたら話にならん。で、ここはちゃんとやっていきましょうか。でもね、10コンボ強化を3つ持っている者たちの宿命として、カンストを出さねばならない。うん。エンハンス、いくらエンハンスがなくとも、カンストを出さなければならない。で、ここで、ちょうど威嚇切れたタイミングで威嚇を刺すと。こいつのね。はい、なんで、この、バーンと、バラン、そしてもう、こいつもですね、出さねばならない義務がある。で、ここはもう、麻痺と言っちゃう？麻痺と言っちゃいます。そんでもって、で、これはまだ一体ステイだな。闇は貯めます。これでいっ、ああ、いっぱい消えちゃった。まあ、いいや、2、4、うん、6以上ありゃいいや。では、抜こうかな、ここで。うん。
ここで抜きます。さて火力をご覧あれ。目に物を焼き付けてあげましょう。あ、ごめんなさい。これが、ちょ、これが、おい、すみません。今日、すんごいデバイスの調子が悪いです。で、これはね、稲がね、持ってるんで、指現象。で、ちょっと火力をね、このデバイスのせいで、お見せできなかったので、とくとご賞覧あれ。これが、神をもほふる、暇だ！おい！大変申し訳ない。ちょっと今日はね、叱っときますわ。これが終わったら。何をしているのだと。見せ場を奪うな。お前は。何様だ？デバイス。機械が。舐めやがって。で、ここはもう火力がすごい。すごすぎる。で、ここね、ちょっとね、エネルギーガンって入れてたんですけど、ここでちょっと上書きされちゃうんで面倒くさいから入れるのやめました。自閉炎遁海。自閉炎遁海。ここで決める。で、ここはもう初ターンで突破します。なぜなら、変に残るのが面倒だから。だがしかし、火力がすごいので、朽ちるしかないんですね。で、ここは、徳川が無敵貫通持ってるので、ここでやります。あ、で、前回の、シャルナークの時の動画でですね、無敵貫通ってなんだみたいな感じになってたんですけど、無敵貫通、僕の中での無敵貫通は、無効貫通なんですよね。ちょっと、すみません。紛らわしいことで。ですが僕は、無敵貫通と覚えてしまっているので、もう永遠に、いくら直そうとも無敵貫通のとなってしまうので、ご了承いただきたいんですね。で、これは稲が優秀すぎる。そして、こいつを撃つと。で、ちょっと火力俺見てなかったな、ちゃんと。すごいですよね。うん。すごいや。すごいです。水ともわかる。お前らのソウルを伝えろ。みんな感想、マヒトはな、しょうないわ。だってマヒトは、あれなんですよ。無効貫通を組まないと、話にならない！ですが、相性は悪いんですよね。このパーティー、闇を10個以上繋げて消さないとダメなんで、9個じゃダメなんですよ。なんで、マヒトはただの変換用ですね。貴様にそれ以外の用はないわ。あ。はぁ、ここは勇気の撤退、いや、覚悟を決めた証だ。覚悟があれば何でもいいって。覚悟があれば何をしていいってわけではないが、確固たる覚悟があるときは、押してもいい。押してもいいんだ。恥なんかじゃない。悔しい！領域展開。自分が悔しい。手を出してしまった。悔しい。この悔しさを力に変えて、フレイヤ、貴様を撃つ。一撃で、ほふるんですね。強すぎる。で、キラーがあるおかげで、この変身キャラたちも貫通が 1.5 倍乗ると。止まらせろよ、俺を。止めてくれ。止まらないんだ。俺は。じゃあ、ここは、
ちょっとね、抜くのが嫌なので、これでいいでしょう。回復消すのがなくなってから抜けましょうかね。あら。思ったより削んない。じゃあ一撃入れるか。あれ？あれ？じゃあ分かった。ステイだ。これができるのが、このパーティーの強みだ。トクちゃん打ちます。で、ここ、もし抜いちゃったら、仕方ない。うん。だから抜かなかったら、ちょうどいい調整になると思うので、抜くら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 、いいですね。これ待ってた。これ打つ。領域展開。そしたらば、さよなら。リンゴー、金の音が聞こえてきた。お前へ告げる金の音だ。ジョヤの金。朽ちろ。強いね、この2体回すと。あ、イズン&イジューラだ。じゃあここは6個、OK。6個盤面にあれば、バラン、バーンが闇を6個作ってくれるので。終わりだ！回復、いいね。落ち込んが愛された。これが落ち込んの神。貴様の毒など受け取らん。跳ね返す。貴様が食って、はぁ、あ。なんでこうなるんだ。俺は悪くない。なぜだ。あぁ。なんでこうなるんだよ。毒 80% だろ。はぁ、あ。見なかったことにしてください。恥ずかしい。今のは皆さん、見なかったことにしてください。どのような人間にも恥ずかしいことある。目をつぶっていただきたい。よろしいでしょうか。じゃあここはバラン打ちます。ラーハルトですね。レギュラー。これさえあれば、ここは攻略できると言っても過言ではない。じゃあ、ここはこいつ打つ。そしてこいつ打つ。で、こいつはね、ちょうど溜まってますと。何も配慮してなかった。皆さんはここまでに溜めておくように。僕との約束です。いけー！バッキョー！ふぅ。効かねえんだよな。そんなもん。効かないんだよな。では抜く。いや、これ。誰だっけ？マヒト打ってもよかったですね。まあいいや。証明する。エンハンスなどいらぬ。素の火力だけで十分だということ。止めてくれよ、俺を。はい、そして神キラーと、お前！バーン！お前何も切らささってないじゃん。たくよ。2、4、6やと11、OK。もうちっとさ、お前、なぜそのようにキラーをたくさん持ってて、一個もかすらないんだ。
大魔王が聞いて呆れるわなあ。大魔王よ、呆れるわ。あ、結構削ってんな。火、闇、火。まあいいや、これでいいや。聞いた、聞いたぜ。何が魔王だよ、お前。やめちまえ。悪徳魔王が。木、オッケー、うまい。完全なる運。削る。ちくしょう。はい、半分まで来ました。そして、ここは木、一旦、ピンキだと思わせときの、これです。ピンチをチャンスに変える。そしてこれが10個になるとちょうど。まあ、ここは、一発、火力は見込まず、軽く入れようか。うん。たがしかし、出るね。お前は、10コンボ強化、3つの、威厳を発揮している。畜生、指が。1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個、11個、12個。あ、10個か。3、7。これでいっか。ここは一発な。お願い、ちょっと。回復がない。うわ。なんか溜まりやがった。1個2個3個4個5個6個。じゃあこれ打ってこれ打ちます。あっ、ミスりました。ミスった。回復消しちゃダメだった。呼ぶしかない。回復の落ち込んの神よ、あなたがおわすべしならば我が盤面に果肉の落ち込むをお願いします。果肉の落ち込む、落ち込むがそもそもない。不甲斐ない、不甲斐ない。俺が不甲斐ない。何度幾度の失態を見せねばならないんだ。抜けー、くそー、散々コケにしやがって。許さん。臓物引きずり出して死ね。死すら生ぬるい。お前には、グレンド豪華で、その身を焦がせ。勝てばよかろうです。いかなる手段を用いても勝てばいい。パーティー紹介します。イラに五条悟、バランにラハルトの願いと魂のこもった鎧、遊戯にパワーオブエミティですね。これはまあロックがボスの水だった場合に使います。で、回復機能もあるから、優秀。
で、ドロップ強化もあるしね。攻撃力強化もあるし。強い。で、闇属性だから、アシストボーナスも乗ります。強い。で、マヒトに、神キラー。うん。正直ここ、逆でもいいかもしれません。けど、ダメだな。うん。まあ、これは別に、俺ちょっと火力出るかなって思ったけど、キラーそんなに刺さってないんで、他皆さんはここスキル武器の、スキブ武器の、バイト耐性武器にしてください。はい。で、こいつに毒、80%。80% のくせに 20% はよく引くと。うん。確率とは、低い方に収束します。今回それが分かりました。で、こいつにガチャドラですね。まあ、最初にやった通りです。で、毒振ってくるのはこいつにつけてます。はい。まあ、ここを皆さんは、こいつにね、超限界突破して、ダメージ関数をつける価値があると思う方は、こいつにつけてください。そしてバッチですね。それでは、終わります。